横山雲平は、日本の俳優。滋賀県犬上郡彦根町出身。日本初の劇映画に出演したことで、日本の映画俳優第一号となった。本名は、横山八太郎。1881年1月1日、滋賀県犬上郡彦根町に生まれる。1893年、新破劇の草分けである、須藤貞則の一座に入り、子役として舞台に立つ。 1899年、上京して赤坂演技座で書生芝居に出演。同年、駒田義博の日本組戦活動写真会が日本での活動写真制作を開始。三越写真部の柴田常吉と共同で、同年に実際に起こった脱獄事件を題材に、日本最初の劇映画、ピストル強盗、清水貞吉を制作。横山は警官の役で出演し、 日本最古の映画俳優になる。その後、関西に移り、E4 い法いなど新破劇の一座を転々とした後、高田実のもとで舞台に立っていたが、1912年、吉沢商店目黒撮影所に入る。同年、吉沢商店など4社が合併して、日本活動写真株式会社が創立されるとこれに参加する。ここで作られた。 多数の審判劇に題材を取った活動写真に多数、出演した。1922年、田中英座監督の、ケやえり天に、出演、同作の完成死者の夜、藤野秀夫、絹笠亭の介、東武雄ら12名の幹部俳優らと共に、日活を退社。同年、国際活営椅子がも撮影所に入った。1923年の国活崩壊で、 牧野映画製作所当時印撮影所に移り、超現大臣などに主演した。牧野映画製作所は1924年に、東亜キネマに吸収合併された。同年、帝国キネマ、足ア屋ア撮影所に移り、嘆きの村、薫る水泉などに主演。1925年の三角キネ分裂後は、東方映画製作所に所属した。しかし、東方映画はわずか2ヶ月で解散し、 東脇根蒲公用撮影所に移った。1929年、日活に戻り、名脇役として活躍した。1937年、東宝映画に転じた。戦後は新東宝、日活と移り、貴重な吹け役として、数多くの作品に出演、活躍を続けた。1962年、東宝の大作、中心グラゲの巻。 雪の巻への出演を最後に引退するまで63年間、映画俳優を続けた。出演作品数は320本以上。1966年、君後等。1967年4月3日、老衰のため、東京都世田谷区祖ヶ谷にある自宅で死去した。満86歳没。愛称は、親父。昭和37年、東方千本記念映画。 中心グラゲの巻、雪の巻を制作する際、監督の稲垣博士は、映画界最古産俳優の横山の起用を決めた。横山は、もう僕らの出る幕じゃないと言ったが、稲垣は、これは、東方の千本記念映画だから、親父は出る権利も義務もあると出演を進めた。横山の出演場面には、フランキー酒井も出ていて、フランキーは横山を見るとその前に両手をつき、 私、フランキー酒井と申します。どうぞよろしくお願いしますと丁寧に挨拶した。横山はその後稲垣に、若いけど珍しく関心な男だねと言った。稲垣は、あれが当たり前なんだよ。近頃は、当たり前のことを、みんながしなくなったから関心に見えるのさと返した。ありがとうございます。